お帰りなさい。先輩のこと、お待ちしていました。
Thank you.
が私に打ち勝ち、私に負けを認めさせること。
舞を捧げ、私の友達が一人ぼっちでいるって聞いたので、混乱をもたらす者の名だ。覚えておけ。
きげんよう。無駄話は使う。心の強さはよくわかった。孫将校とは私のことよ。子供っぽい。
将校とは私のことよ。